子供たちが、まあ、うちはメキシコと中国と日本が、まあ、そして、まあ、国籍でいうとアメリカが入り混じってる、子たちを、まあ、これから育てるわけなんですけど。 Hey, welcome back! ハヤトブログです。今日土曜日です。残り80日とかになっちゃったんですけど、今日、明日母の日とかいうのもあって、今週末はね、義理の母が泊まりに来ております。それで、うちはね、僕が日本人、両親とも日本人、そして、奥さんの方がですね、親父さんの方がメキシカン系で、お母さんが中華系で、まあ、うちはミックスなんですよ。で、ご存知の方いるかもしれないですけど、こういうミックスの家庭のことをね、ハパっていう言葉を使うんですよね。多分ハワイの方で始まったんですけど、ハーフパシフィックですよね。だからまあアジア人っていう意味なんだけど、ハーフパシフィックアイランダー、まあ、日本ではハーフハーフって言葉を使いますよね。まあ、とにかくね、そういうあのハーフの人たちの、なんていうかな、歴史、まあ、歴史っていうほどの歴史があるか知らないですけど、そういうちょっとこう展覧会っていうか、エグゼビットがあって、それをこちらのジャパンアメリカン、ミュージアムの方で今日ロス見に来ております。今僕の車を止めて家族と、中を、歩くところでございます。ちょっと中お見せします。ざっと、まあ、こういうのがこうロスとか西海岸だと多いんだよね。いろんな人種の方がこう、結婚し合ってさ、まあ、子供を作っていくというようになるとね、いろんなこう人種がまぜこぜの顔が出てくるわけですよ。まあ、ご覧くださいませ。皆さん、これはね、ジャパニーズアメリカンだから日系人の、人のね、こう元博物館なんですよ。まあ、ちょっと今日ハーフのあれを見に来てるっていうのを最初言っちゃいましたけど、でもまあ、あの一部を借りてね、実は元はジャパニーズアメリカンの歴史、日系人の歴史の博物館で、これ今見ていただいてるのがね、こう本当もうボロ小屋ですよね。なんかこうなんていうの、壁だってさ、風がこうなんか好き好きで、夜絶対寒いようなこの家、何かというと、ご存じない方いるかもしれないですけど、第二次世界大戦の話をするとき、やっぱり日本がアメリカとか連合軍と戦ってっていうようなこう歴史を日本で止まるわけじゃないですか。でももうすでにその時代、外国に出て、移民して、そしてまあそっちでこうビジネスしてたり、まあ、こっち日系人の場合はわざわざ日本からアメリカに来て、ハワイとかでサトウキビ畑とかそういうのを作って農作業をしている方が多かったんですよね。で、自分の母国である日本が戦争に行った時、アメリカが敵に、まあ、そのアメリカからすると日本が敵になったわけじゃないですか。でもアメリカにいる人間として日本人でありながらも、やっぱりまあ敵にされたので、もう何世代かアメリカにいて日本語なんかほとんどできないっていう方々であっても、やっぱり顔が日本人だし、そんなにその時代ハーフとかそうい こう人種が混ざるっていうのがなかったので、実は収容所に入れられたっていう歴史があります。で、それが今お見せしたこういうようなこうボロ小屋にね、あの砂漠の中のボロ小屋に追いやられて、で、戦争のね、まあ、1940年代前半を過ごしたっていう歴史が実はあります。ぜひ興味のある方見てみてください。本当にこういうね、ボロ小屋に住んで、で砂漠って実は暑いっていうイメージあるかもしれないですけど、実は夜すっごく寒いんです。だからこういう壁が好き好きなところで、あの夜ね、あの本当にもう震えながら夜過ごして、着る服だって十分なくて、でもう砂漠だからご飯だって育たないわけでしょ。だからずっとお腹が空いててっていうようなことを、今もう何世代もアメリカにいる日系人の方は、やっぱりこういう歴史をやっぱり絶対忘れないようにってことで、こういう博物館を、作ったんです。はい、ちょっとよく見といてください。これね、すごいと思う。本当にすごい。これ
プラプラしてたら見つけちゃいました。俺の友達クリス、これ見てますか？ Found you。 さて、このね、ハーパーのプロジェクトはね、これ左の人と右の人、これ同一人物です。で、こっち、プロジェクト始めたとき、まずこっちの左の方の小さい方の写真撮って、15年後にこっちを撮ったそうです。面白いよね。だからみんなこれ、15年後の自分らしいんだよね。15年後にまたその人を撮りに行ったんだよ、一人一人。でそれが最近本になって、で、まあ、こういう写真をね展示してるっていうことだそうです。面白いね。これね、同じ博物館の、まあ、敷地内なんだけど、今度何5月の28日あ何去年ん2年前か2016年からのここでなんか展示してるらしいんだけど、このねGo for Broke っていうのが、ちょっとまあどう訳したらいいのか分かんないけど、まあ基本的にこうなんていうのかな、ゼロヘッジで、なんていうの、なんていうのかな、ちょっと日本語思いつかないんだけど、とにかくここに書いてある通り American Veterans of Japanese Ancestry だから、まあアメリカ生まれ育ちなんだけれども、その血筋は日本っていう方々が第二次世界大戦の時にアメリカ軍の連合軍の一人として戦いに行ったんだよね、第二次世界大戦で。まあその時のこの歴史を展示しているもののようです。今度行ってみよう、面白そう。今日のまとめ、まあ戦争とか今僕は行かなくていい、そういう、ところに生きててよかったなって思うことと、子どもたちが、まあ、うちはメキシコと中国と日本が、まあ、そして、まあ、国籍でいうとアメリカが入り混じってる、子たちを、まあ、これから育てるわけなんですけど、まあ、彼らのそういうアイデンティティっていうものをね、まあ、いろんな言語とかいろんなこう国とか文化に、触れて、まあ、それらをこうバランスよく彼らがこう消化していくことができるように、でその中から自分がどういう、こうアイデンティティを自分が作っていくのかっていうのはやっぱり、まあ、彼らが決めることなんだけど、自分たちでやっぱりそれは決めていけるように、本当にいろんなこうものに触れさせてあげることが大事なんだなっていうことを今日思いました。はい、まあ、そういうことももっともっとできるように、引き続き企業を頑張って自分で時間をマネージできるライフスタイルにしたいと思いました。そんなとこです。